ということで、その我々のベストアルバムニュークリアスの制作についてちょっと話そうと思います。まあさっきもちょっと触れましたけど、スケジュールの合間を縫って、レコーディングを行ったので、始めたのは4月ですけども、終わったのはもう9月の下旬という感じで、そうですね。はい。その間にまあツアーがあったり、企画もののライブがあったり、イベントがあったりと。大変な1年でしたね。本当に。まあ演奏陣はね、自分が感じたようにさっきも言いましたけど、大きくアレンジを変えるわけではないので、まあ集中力さえあれば、あとイマジネーションが揃えばって感じだったんですけど、はい、歌はどうだったの？いやー、まあもう例年にも増してなかなかハードルの高いレコーディングを送らさせていただきました。まあね、僕たちは当然通常は母国語は日本語なわけで、もちろん子供の頃からロックを聴いて育ったので英語がわからないわけではないんですが、通常使ってない言葉で話す以上にやっぱ歌うっていうのは相当難しいよね。ハードル高かったです ね今回は。例えば、まあもちろんその英語のジャッジメントをする人間がいるんですが、はい、歌自体の判断は僕がディレクションするわけで、うん、今の歌最高っていうふうに言うと、英語をジャッジメントする人間から、うん、発音がダメでした、うんうん、で今の発音最高って彼が言うと、そういう時に限って、うん、いや今の歌い方はダメだったな、うん、みたいなことがあって、まあ通常の 2,3 倍歌ったんじゃない？まさに。まあでもね、まあ英語圏の方に向けてということの意味合いがもちろん強いんですけど、多分皆さん聞いていただいて、問題はないと思いますし、特にその今までのオリジナルのアンセムを知っている人たち、特に日本とかねの方たちについても、これまでのアンセムの要素はきちっとやっぱり持っているし、そうでいてミックスを担当してくれたイエス・ボグレンがとてもなんかこう新しい血を導入してくれたというかね、サウンドもすごく気に入ってますし、まあ世界に向けて、そして今まで応援してきてくれたいろんな方たちにも向けて、決してこう恥ずかしくない出来になったと。いや、誇らしいアルバムだと思いますよ。ぜひチェックしてください、聴いてみてください。